皆さん、新年明けましておめでとうございます。ニャンティスの新猫好きです、ね、来年もよろしくお願いしますということで、この動画自体が公開されるのはだいぶ後なんだと思うんだけど、ドルフィブの中では金が新年ということでね、よろしくお願いしますというわけでね、ドルフィンウェーブの実況プレイ、引き続きやっていくぜ。今回もね、イベントありますともということで、新しいイベントやね。イベントやってるの？私には関係ないか。前回はシオンはがっつり関係してたけど、今回はね、こちらですね、念願に託す天才少女の願いということでね、今回はあれだね、こちらのご覧の通り、シュネ先生の、主体のストーリーっていうわけやね。いやー、なんかこうね、年末っていうことでね、シュネ先生自体はこの和田摘に来たばっかりで、日本のお正月っていうのを過ごしていないっていうことだったんやね。そういう話なんやね。じゃあ、ステージ選択。結構今回も話が長いな。4枠ぐらい撮るかもしれんな。というか、ことでね。じゃあ、ストーリー1から順に見ていくぜ。今回のガチャがね、シュネー先生と日和の、ねえ、ウルトラレアやけ。欲しいけどな。多分、なかなか難しいだろうな。さて、では、いきなり、エレン。3、2、1、0! あけまして、おめでとう。いや、なんかドルウェブってこう、夏っぽいゲームだけど、しっかりとこうね、冬とかもちゃんと取り入れているから、こう、どの春夏秋冬どれにも対応してるんやね。てか、BGM いいな、この BGM。絶対的勝利。と、日和。明けましておめでとうございます。今年も風見に絶対的な勝利を。万歳、シュネ先生。そうね。さあ、新年の挨拶も済んだところで、そろそろ解散でいいかしら。早くねか、解散って。私、少し眠たくなってきたかも。私も新年の風を感じたい。何？待ってくれ。話を聞いてくれ。せっかくの元旦だろう。まだ行っていない行事が山ほどあるじゃないか。なんか今日テンション高いわね。ほんとね。冷静なシュネ先生がまさかこんなにもみたいな。意外みたいな。そもそもみんなで年越ししたいと言い出したのはシュネですからね。そうだったんだ。え？てっきり日和だと思っていたわ。なんかこう、どちらかっていうとなんか、流行ってっぽいけどね、こういう、なんか集まりしたいみたいなことを言い出しそうなのは。日本の正月を過ごすというのに、一人では味気ないと君たちは思わないのかい？最近はちょっとこう、家族でこう、
過ごすっていうことも少なくなってきたかもしれないな。こうまあこうね、コロナが流行る前はね、田舎の人たちが帰ってきたりとかしてね、過ごしとったけどね、えこうみんなで初詣みたいな感じでね行ってたりするけど、最近はちょっとこうやっぱコロナのせいで行けなかったりするのがね悲しいよね。俺としては行きたいよね。そうなのかな。こんなシュネめったに見れないって、去年はこんなことなかったはずよね。あ、去年もいたんや。そうなの？じゃあ今年はどうして？生えての困り顔。そうだな、去年は僕が故郷に帰っていたからね、集まりたくても集まれなかったんだ。シュネ先生どこ出身なんやろ。喜ばしい。だが日本文化好きとしては大晦日と元旦というものに興味が尽きない。いいね。なるほど。外人からしたら大晦日がこうお正月の晦日みたいな、そんな感じ。ちょっとよくわかんないこと言ってちゃったけど、まあしょうがない。知識だけなら十分すぎるほどあるが、百聞は一見にしかず、というからね。ああ。だから今年は、わだつみで過ごすことにしたんだ。家族にはちゃんとそう言ったんやね。僕は今年はわだつみで過ごしたいから、また、過ぎてからね、みたいな感じで、言ったんやろね。ですが、いざとなると一人では正月を満喫できないのでは、と思ったと。恥ずかしながらその通りだ。そこで、風見全員で年越しを、と提案した。提案というより必死にお願いする感じでしたが、一生懸命言ったんやろうな、シュネ先生。お願いだ、日を風見で一緒に過ごそうよ、みたいな感じで言ったんやろうな、一人一人に。いいじゃない。ふーん、子供っぽいところあるじゃない。うん、それは見たかったかも。ひよ、余計なこと言わないでくれ。プンスカシュネ先生。すいません、ダサくでしたね。そうだな。とにかく、元旦はイベントが目白押しだ。だから少し僕に付き合ってほしい。ドルウェブ実態にも結構イベントが目白押しだからね。うん。わかった。わかったわよ。シュネの気持ちは十分伝わったわ。わかった。伝わったけど、ランニングは行きたい。ちょっとだけ抜けてもいい？ハヤテはいつでも風を感じたんやね。ダメよ、ハヤテ。それ、ちょっとじゃ済まないでしょ？うん。それは、そうかも。ええ。では、決まりですね。ありがとう。みんな、ありがとう。すでに楽しい大晦日を過ごせたんだ。
元旦もきっと楽しくなるに違いない。ね、こう、羽子板やったりとか、駒回ししたりとか、タコ揚げしたりとか、ね、いっぱいあるよね。最近してないな、そういえば。こうね、お子さんとかがおったら、しとったんかもしれんけえな。あいにく俺にはそんなものはないから。ほんと、すごくテンション高いわね。ジュヤの鐘を聞いてた時なんて、まだね、ベタベタ触って、目をキラキラさせていたわ。気分は上々やーって。そうですね。それだけ日本文化が好きなんでしょう。微笑ましいかな？微笑ましいじゃないですか。そうね。確かにそうね。あのテンションのシュネはなかなか見られないし。シュネ先生、なんか魚料理とか好きなんだったっけな？確か。うむ。ん？何か言ったかい？え。いいえ。今年は楽しくなれそうだと話していたのですよ。それよね。そうそう、元旦から面白いものが見られたし。喜ばしい。よくわからないけれど、みんなで元旦を思いっきり楽しもうじゃないか。すげえ目が輝いてるよね、今のシュネ先生。もう本当楽しいんだっていう顔してる。はい、というわけでね、ね、すごい目をキラキラさせてたシュネ先生。まあちょっとこう、ファンの人はね、嬉しいんじゃないかな。さて、じゃあね、ストーリー2の方もね、見ていこうか。せい。元旦って言っても過ごし方は人それぞれよ。シュネは何をするか決めているんでしょうね。すげえアップだな。いつぞね、バカンスビーチの時で胸を思いっきり強調していた時ぐらいのドアップさやな。よくぞ聞いてくれたね。やめなさいよ。きっとこうエレンの顔面に向かってこう指さしてポーズしてるんだろうな。嬉しいのは分かったから、そんなに顔を近づけないで。そうだな。僕が調べたところでは寝正月を過ごす人もいるらしい。ああ確かにそれはあるな。最近のこう俺もそうかもしれないけど、さすがに寝るまではないかな。そうですね。確かにそういう人もいますね。皆さんは正月どういう風に過ごしましたかね。うむ。だがせっかくのイベントを寝て過ごすのはもったいないと思うんだ。行こう。僕はみんなで初詣に行きたい。うん、それなら、和田摘神社かな？和田摘だよな、確か。間違ってたらごめんなさい。和田摘では、やはりそこが定番なんだね。人工島っていうぐらいだから結構こうね、神社作ってもいいんじゃないかな、なんて。そうね。神社で初詣ね。いいんじゃないかしら。そんなに遠くはないし、早速行くわよ。初詣ね、いいよね。
夜遅くに出るっていうのはすごい あのなんかワクワクするよね。いやいや、初詣に向かうには僕らはまだ準備不足だろ。すげえ、あのこう困った顔というかびっくりした顔のシュネー先生。そうだね、準備するものあるかな。お賽銭？うむ、決まっているじゃないか、着物だよ。初詣といえば着物のはずだ。おお、だからあれか、あれ来たんか。なるほど。初詣で大事なのは気持ちよ。普段着だって問題ないわ。そうだな、それは分かっているさ。だけどせっかくだから着てみたいんだ。シュネー、目がキラキラしてる。そうですね、エレンが無言でこうあの首を動かしてるのがなんかちょっとこうシュールだな。着物は日本文化の代表と言ってもいいですからね、興味をそそられるのでしょう。ええ、わかった、着付けぐらいはメイドに頼んであげるわよ。そうね、着付けをするのに気づけって。自分の着物は用意してあるんでしょ、さっさと出しなさい。なんだい？いや、ないよ。あらら、買ってないのね。は？ないの？うむ。エレンほどのお嬢様なら持っていて当然だろ？ああ、なるほど。エレンから借りようと思っていたわけね。でもシュネー先生の収入だったらなんか買えそうな気がするけどな。そんなに金ないのかしら、もしかして。はあ、借りるつもりにしても堂々としすぎよ。そうかな。でもエレン着物を持っているよね。そりゃ数えきれないくらいあるわよ。風見の霊場としては当然ね。話を聞いてくれ。エレン、お願いだ。着物というものに触れてみたいんだ。なんか結構こう、ねえ、クールなシュネー先生と思えんような行動よな。でも。ああ、ちょっとこう、ちょっとこう涙目になっているのがよくわかるな。それほど来たかったんだろうね。気づけというものも難しいと聞いている。ぜひ、エレンの助力を頼みたい。ちょっと、すり寄られても。こんなに頼み込んでもダメなのか？嫌だ！僕は着物を着て、初詣に行きたいんだ！あのシュネーが、ダダをこねてる？ちょっと、日和、怖いんだけれど。困りましたね。日和さんもこの表情だよね。ここまでは私も見たことがないですね。ダメ！い
くらなんでもダダをこねるなんて子供じゃないんだから。年齢的には子供ですよ。確か17歳だったっけ、あのシュネー先生って。いる方ちとこうあんまり変わらんかったはずよ。イルカとかハヤテとかエレンとかとあんま変わらんかったはずよ。あ、そうだったって、エレンと同じ年よ。ダダをこねるような年齢じゃないでしょ。そうだね、エレン、シュネーがかわいそう。なんということだ。まあちょっとこうね、着させてあげたらいいんじゃないかな。エレン、頼むよ。なんかこうかわいそうだよ、シュネー先生が。わかったわよ、エレンの着物貸してあげるから。おお、本当に？うん、なんかこう、なんだろう、こう感動ものの映画とか見ている時の涙ってこんな感じなのかな。ね、こう私のことを思い出してくれたのねみたいな。全然関係ないけど。ええ、あくまで私が着るためのものだから、シュネのイメージとは違うかもしれないけど。そうね、メイド長、シュネに着物を着させてあげて。種類とかサイズは任せるわね。かしこまりました、こちらへどうぞ。やったーって。喜ばしい。急に緊張してきた。しかし僕はやるぞ。初めての着物、見事に着こなしてみせる。あの靴もあのサンダル、あの下駄にすんのかな。はい、というわけでストーリーに、いやー、なんかこう風見チームと一緒に初詣に行くっていう、まあ、シュネー先生の話やね。なんともけなげ。まあ、あのね、シュネー先生の着物姿はまた次回っていう形で。ではジェットバトルに入っていくか。とりあえずこの辺でもう進めるぜ。さてさてさてて、のぜということで、今回のね、舞台編成はこうなっております。では左からご紹介。選手のデータを見るの？はい、というわけでね、こちら見てくださいね。今回のイベントで手に入ります、ダブルスーパーレアの黒瀬みなみ。いやー、巫女姿ですよ。いいっすね。なんかこういつもこう中二病臭い感じのね、みなみなんだけど、すごく似合ってるね。なんかこう表情とかも、なんかこう、なんか今までの中でもなんか俺結構あのいいなって思う、そんなみなみですね。あの能力的にはね、あのまウルトラレアの時と同じような状態以上の解除っていうのと、こっちはあの普通のダメージやね。で、これもね、あの、ウルトラレアの時と同じような感じやね。500% のダメージで、回復力の 100% の HP を回復。いやー、てか、ほとんど変わらないっていうね。ほんと、変わっているのは、あの、属性がウェイブになっているのと、まあ、あの、SSR になってるから、まあ、ちょっとこう、若干能力が、落ちる程度かなっていうので、運用的にはあの前のみなみと同じような感じでできるから使いやすいです。こうあのウルトラレアのみなみ手に入れなかった人用のなんかあの、まあ、救済処置なのかな。では、続きまして、
手のデータを見るの。さてさてさてて、まあこちらはただただウェーブ状態、ウェーブ属性の、ね、ドルフィンだからっていうことで、まあユーリの、ダブルスーパーレア、ね、ユニフォーム着ているやつやね。まあこれも結構ついて強いんだよな。まあ SP チャージするのと、まあシールド10個破壊できる、あのパワーブラスト持ってるから、うん。まあこれはこれで結構強いんだよな。という感じやね。いやー、ウルトラレアも欲しいけど、まあまだまだだな。さてじゃあ、引き続き。こちらも、同じウェイブ属性ということで、まあ今回の主役である、まあシュネ先生やね。ね、ダブルスーパーレア。こちらはまあ、あの、アタッカーの時なんやけど、これの時は、あの、状態異常の時には、よだめがアップってあるんだよな。まあ、状態異常っていうのは、まあ、あの、感電とか、あの、氷結みたいな、ああいう属性を相手に与えた時に、あの、よだめがアップっていう感じやっけ。ちょっと今回はそんなに、あの、役に立たないけど、まあ、あの、もう SP スキルのはまあまあ上がっているんだよな。まあでもちょっと今回瞬殺かもしれないな。まあいいや。ではね、この、メンバーで今回もジェットバトル行くぜ。伝説の始まりだ。地味にあの門松とかあったりするのなんか細かいね。圧倒的に違うんだよなっていう。さてじゃあどうしようかな。とりあえずまあイルカの確率、クリティカル確率アップと攻撃 40% アップは結構強えな。じゃあ有利のチャージスナイプで、ほい。サポートするよ。相手が3状態だから結構ダメージ与えれるんよね。これで。オラよ。重機で乗り切れるか。甘い。舐めるな。まあ、唯一あれか、ミナミは、今回のサポート効果で、暗闇無効がないから、ちょっとだけ能力落ちているのは落ちてるんよね。まあ、それでも強いことには変わりはナッシング。というわけで、で、まあ、いっぱい攻撃していこう。ぶち抜け。ぶち抜け。ブレイク。もらった。これはもう終わるな。ふふふふふふ。あんまりすぐ終わるのもちょっと良くないかもしれないけど、まあいいや。とりあえず攻撃しまくっていこうか。オラよ。そこ。なんかちょっと音声がずれたぞ処理が追いつかなかったのかな。まあいいや。やり遂げた。文句なしの大勝利。これから先も。いやー、まあいつも通りやね。うん、勝てた勝てた勝てたぞーということでね。今回は、イベント終わったね。じゃあ次回ね、またストーリー3-4でおよびまた、ね、バトルの方を見ていこうかなと思いますのでね、次回の、ドルフィンウェーブも見てください。そして今年もよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントどしどし待っておりますのでね、よろしくお願いします。それでは、バイニャラー。